はい、皆さんこんにちは、フラワーティストシンです。今日はこの石灰柳とか寿松とか、まあ包んであるけどね、こういう超かっこいい色をしたシンピジウムとか、こういう花材を使ってめちゃくちゃかっこいいアレンジメントを作ります。もうめっちゃくちゃかっこいいアレンジメントです。もうこういうの使わせたら俺に構うやついないんだって。なのでバッチリと見せます今日は。では早速行ってみましょうか。絶対チャンネルは変えちゃダメですよ。でその前にチャンネル登録してください。よろしくお願いします。では行ってみましょう。スタート。はい、では始めていきます。まずはこちらのね、石灰柳です。これをアレンジに入れていきます。でこのラインをね使うときに、こうなんつうか、重力に逆らわないとこういうラインになるんですけど、このラインってね、死に線って言って死んで見えるんですよ、植物が。なのでこう生きてるんだから重力に逆らったラインね、こういう重力に逆らったラインで入れるとかっこよくなります。そこで止めるためにはやっぱり前にもこれ何度もお話してるんですけど、こういうカットの方法ですね、フォームに刺すところのカットの方法をしっかりしないと止まらないんです。では刺していきましょう。はい、こういう感じですね。はい、そしたら次に今度は、ね、手前に来るこう石灰柳ですねを刺します。これも差し口をやっぱりこう平たくしておきますね。じゃないと止まりません。もうちょっと短くします。はい、こういう感じです。そしたらここで寿松を入れます。もうこの松はちょっとこううずめになるような感じで入れていきます。まあ、石灰柳で十分ラインが出てますので、あんまりラインをたくさんにすると石灰のラインが死んでしまうので、ちょっとコクのある線にします。こういう感じですね。ここで少しねこうレザーリッファンでファンデーションワークをしておきます。ただもう今回のレザーリッファンは本当にこう刃先をラインで出さないように、もうフォームを隠すだけに徹してください。先っぽが出てる場合はこう先っぽ飛ばしちゃって、はい、次にこちらの赤ドラを入れていきます。この赤ドラセナもある程度はもう丸めちゃって使っていきます。これを丸めてマスにしていきますね。で最後の2枚ぐらいをねこう伸ばしていくんですけど、これもやっぱこうテロンと下には入れないで、少しこうなんですかね、斜めにして上に重力と重力に逆らうような感じにします。
死に線にはしないということですね。はい、こういう感じです。はい、では次にこのシンピジウムを入れますね。はい、では最後にこのアンスリウムを入れます。はい、こちらで完成です。ではね、正面からアップで見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。こう石灰柳と松とかっていうともっとね古風な感じに仕上げても本当はいいんですけど、あえてそこにこうアンスリウムとかを入れて華やかな感じを出してます。古風な感じにするとこう本当に和風なところにはねバッチリハマるんですけど、意外とこれ洋風なところに飾ったりするんで、こういう洋物を少し入れていくとこう和洋ミックスじゃないですけど、どこにでも置けるかっこいいアレンジメントに変わります。なのでこういう枝物だから和風テイスト、完全和風テイストっていうのに決めつけないで、いろんな花材の取り合わせにチャレンジしてみてください。それによって新しい分野というかね、自分の中の新しい分野みたいなものが開けていくと思います。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 冒頭にもお話したんですが、このフラワー TV では皆様のチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録を皆さんにしていただくことによって、またさらにねできることが増えていきます。このフラワー TV はできることが増えていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。PC の方はね、この画面の中にあるチャンネル登録っていうところを押していただくとチャンネル登録ができます。スマホの方は、スマホの下のところに確かチャンネル登録っていうのが出てると思うんですよ。それかもしくはこの下にね、リンクが貼ってありますので、そのリンクから行っていただければチャンネル登録をすることができます。ぜひ多くの方のチャンネル登録をお待ちしております。よろしくお願いします。